レトロウイルス化とは、RNA ウイルス類の中で逆転者酵素を持つ種類の総称。プラスサゲノムの一本腐り RNA からなる。単に、レトロウイルスと呼ばれることも多い。レトロウイルス化のウイルスは、直径約100ナノメートルの球状の形をしており、脂質のエンベロープに覆われている。ウイルス粒子のコアには逆転者酵素と、通常二組の同一な RNA ゲノムを持つ。 共通の遺伝子としては、プロモーター活性のある二つの LTR と呼ばれる、塩基配列の繰り返し領域に挟まれて、ギャグ、プロ、パル、エンベを持っている。ウイルスのエンベロープが、細胞膜の受容体と結合することで、細胞内に RNA と逆転者酵素が侵入する。その後逆転者酵素が作用し、プラスサウイルス RNA を異型に、マイナスサ DNA を合成する。 そして合成されたマイナス差 DNA を異タに、プラス差 DNA が合成され、1本腐り、RNA が2本腐り DNA に変換される。その後2本腐り DNA は、宿主細胞の DNA に組み込まれ、プロウイルスと呼ばれる状態になる。プロウイルスは、恒常的に発現している状態となっており、ウイルス RNA や、メッセンジャー RNA が、次々と合成されていく。 メッセンジャー RNA はウイルスタンパクを合成させ、完成したウイルスは、宿主細胞から発芽していく。このレトロウイルスは近現代において、天然のナノマシンとして、様々な遺伝子治療や遺伝子研究に利用されている。レトロウイルス化は、以下の2赤に分けられる。細胞を培養すると、法上の細胞変性効果が見られることから、名付けられたウイルス。病原性は不明。 現地ウイルス属発病までの進行がゆっくりであることを意味するウイルス。アルファレトロウイルス属アルファレトロウイルス属ベータ、レトロウイルス属ベータレトロウイルス属ガンマ、レトロウイルス属ガンマレトロウイルス属には、マウス白血病ウイルス、猫白血病ウイルス、細毛内視症ウイルスがある。XMRV は、前立腺がん、慢性疲労症候群との関連が示唆されたが、後に、 人の疾病との関連は否定された。デルタレトロウイルス属デルタレトロウイルス属は腫瘍を引き起こすウイルス。B 型肝炎ウイルスは DNARNADNA と逆転者を経て複製するためレトロイドとも呼ばれ HIV の治療薬でもある逆転者酵素阻害薬の一部が効果を示す。ウイルスタクソノミー二千十九リリース国際ウイルス分類委員会 二千二十年五月十二日閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ www.cenceritjp スラッシュ三四九三。html。ありがとうございます。